皆様こんにちは、マスターオブワインの大橋健一です。このプログラム大橋 MW のワインインフォは、私が社長を務めさせていただくワイン、日本酒、本格焼酎の専門店であります株式会社ヤマジンの企画となります。月に一度オンラインショップでお勧めさせていただいているワインセットの中から1種類を取り出し、そのワインにちなんだ背景やストーリー、香りや味わい、そして勉強のポイント等をお伝えさせていただいております。さて、7月から8月にかけてのワインセットのテーマはズバリイカです。というのもこの時期になりますと、多くのイカが旬を迎えてきます。スルメイカ、アオリイカ、赤イカ、そしてケンサキイカも、旬の終わりの頃に近づいてきてますかね。そんな多くのイカを1本のワインで美味しく楽しんでいただく、そんな趣旨のもとで今回ワインをまた1種類選ばせていただいております。今回選ばせていただいたワインはこちらになります。2018年エトナロッソ、作り手さんはテレネッレと言います。原産国はイタリア、産地はシシリー島になります。エトナという、大きな火山、ね、この北面の斜面で作られる、ワインとなっております。このワインの品種、ネレッロマスカレーゼという品種になりますけれども、わずかなパーセンテージでネレッロカプッチョというブドウ品種もブレンドされております。この1本を選ばせていただいた理由を説明させていただきますと、どうしてもワインの場合赤ワインが好きなんだという方も多いでしょう。そんな方にですね、この旬のイカを合わせる、まあ一工あれば、全然合うことにもなるんですけれども、できればですね、料理法に合わせるというよりもこのイカの素材感になんとか赤ワインを合わせたい、ね、そんな思いでですね、このワイン1本を私は今回選ばせていただきました。まずはですね、テイスティングをしてから、その説明をさせていただきたいと思います。はい。第一印象はですね、非常に果実味が豊かで躍動感あふれるワインです。香りにはですね、存分な赤系フルーツの香り、例えばですね、プラムであったり、ザクロであったり、アセロラであったり、全体的に酸が非常に高い赤系果物の、香りが主体になります。そこにスミレであったり、ね、わずかに土っぽさがあったりとか、ね、そんな香りのプロファイルが中心になってきます。味わいにも特徴があるんですけれども、非常に酸が高いです。酸が高くて赤系果実のそのフルーティーな華やかな、こういうイメージから、そのイタリアではですね、よくそのピノノワール、イタリアのピノノワールだなんてこの品種は言われたりもしますけれども、そこも私は同意です。ただこのワインの味わいで決定的に私がピノノワールとかと、多くのピノノワールとかと違うと思うことは、タンニンのテクスチャーです。タンニンのテクスチャーがですね、良い意味でもわずかに土っぽい、すすっぽいと言いますかね、英語だとソーティーっていうんですけれども、このソーティーなタンニンテクスチャー、すすっぽいようなイメージがあるところが、例えば先ほど私がお話しさせていただいた、できれば赤ワインをイカの素材感に合わせたい、お料理法じゃなくてイカの素材感に合わせたい、こういったところにすごくマッチするなと思って今回このワインを選ばせていただいてます。というのも、例えばイカですと、よくあるお料理でイカスミのパスタっていうのありますよね。イカスミ、口の中に入れるとその炭的な味わい、幾分すすっぽさと共通項があると思います。そういった味わいっていうのは、例えばその塩味であったり、幾分そのフィッシーな、その魚介独特の魚臭さであったり、そういったのがすごく立ってくるように感じますけれども、このワインはそれを凌駕するほどの非常に存分な果実味があります。いわゆる単調になりがちなイカスミのパスタみたいなお料理であっても、この果実味が全体のお料理にきっと躍動感を与えてくれるはずです。で、テクスチャーは見事にこのすすっぽいタンニンのテクスチャーと、そのイカスミ、
この素材感がぴったり合うんじゃないかなと思ってこのワインを選ばせていただいております。実際に、ワインのヴィンテージ2018年、先ほど土っぽい香りという言葉を使いましたけれども、わずかに開きかかってます。もう開けてきてますんで、これが少し熟成してくるとこの土っぽさがもう少し強くなってくることでしょう。実際に3000円台で市場では流通しておりますけれども、練れたわずかな熟成感を感じる非常にお買い得のワインとして、私はこのワイン大好き好きなんですね。ということで、ぜひぜひですね、赤ワイン好きの方、イカスミのパスタ、作ってみていただいて、ご家庭で楽しんでいただきたいと思います。今回のインフォメーションは以上となります。これらの情報が視聴者の皆様のワインのある生活に少しでも楽しさ、そして美味しさを与え、ワインを勉強している方々に対しても、その勉強の少しでもお役に立てれば幸いに感じます。ご視聴本当にありがとうございました。